こちらは中国で見つかった世界最大の羽毛恐竜ユティランヌスの復元模型。ケラトサウルス。なぜ恐竜は羽毛を持ったのか、その進化の謎に迫る企画展羽毛恐竜展には等身大の復元模型などおよそ80点が並んでいます。明日からの開催を前に今日地域の保育園児らを招いた内覧会が開かれました。毛が生えとるって知ってるよ。すごいかっこいい。目玉は県内初公開、ティラノサウルスの一種であるライスロナックスの全身骨格標本です。こちらが見つかったことによってティラノサウルスがどのように進化していったかというものの、理解を深めるためにも重要な化石。羽毛恐竜は寒さに耐えるため羽毛を生やしたとも言われています。1億6400万年という長い時間の中で空を飛ぶことに挑んだと言われ、今から30年ほど前に中国で多くの羽毛恐竜の化石が発見されたことで現在の鳥類への進化が決定的なものとなったと考えられるようになりました。陸上から空に上がるまでっていうのを、まあ、こう時代を追いながら学んでいただけたらと思っております。恐竜が空へ進出した秘密も知ることができる羽毛恐竜展は明日からおよそ2ヶ月間長崎市恐竜博物館で開かれます。